はい、どうも皆さん、工藤でございます。ヘブンバウンズレッドの配信をやっていきます。昨日ね、ちょっといろいろテストを兼ねてちょっと1回2回配信やってみたんですが、ちょっとねいろいろ失敗してしまったんで、ちょっと今回は3度目の正直というところで、ちょっとオープニングというか、一番最初の部分っていうのは昨日配信してしまったので、ちょっとこのデイ0、日曜日から午前02っていうところから、はい、配信していこうかなと思います。今回からね、ちょっと多分大丈夫なはず、おそらくなので、ちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあね、今回は確かね、右に行くんですよ。右に行くってこっちか。あれ、ちょっと待って、これもしかして映像止まっちゃってるかな。映像止まってんな。ちょっと待ってください。ちょっとストップ。ちょっと待ってね。ちょっとミラーリング固まってるな。ちょっと待って。始めますじゃないよね、それじゃ。どうしようかな。ちょっと一旦音も切って。ちょっと画面消しますね。いやー、くそ、やばいぞ。またいきなり出花をくじかれたぞ。大丈夫か。ちょっともう一回いきまーす。ちょっと待ってよ。消して、やばい。大丈夫かな。これでどう？待ってよ、ちょっと音が出てないな。あ、行ったかな。行けてそうだね。はい、じゃあもう一回ちょっとやります。ごめんなさい。いや、やっぱりね、ちょっといろいろ問題出ますね。よし。はい。あ、ごめん。ここだね。で、こう。はい。これでいけるでしょ。あー、ちょっと待って。あー、そっか。そういう問題か、やっぱり。キャンサーの軍隊は現在第3次防衛ラインまで近づいています。これは多分あれですね、私のパソコンのスペックだね、問題はこれ。OBS が全然処理しきれてないね、これね。くー、やっぱ厳しいか。とりあえずこのままやってみようか。またね、今回は有線接続でやってるんで、多分いけると思ったんだけどな。そっか、 OBS がちゃんと配信いけるかどうかっていうところもあるんだね。くっついちゃってるけど、配信ではどうなってんだろう。配信の方確認させてもらっていいですか。どうこうでいいんだな。
これやっぱ無理かな。ちょっと待ってね、やっぱ OBS の配信自体がちょっときついかもね。パソコンのスペック不足が否めないな。やっぱりな、やっぱ無理かな。ビットレートは結構出てるんだけど、ビットレートの問題ではないね、この感じ。準備はいいですね。今準備はいいですね。うん、私はいいんだけど、ちょっとゲーム配信の準備が。ちょっと待った。そうだよ、急に言われて準備なんかできてるわけないだろ。ちゃんと見れてるかな。問題ありません。戦闘の準備はこちらで十分に整えてあります、うん、ではご案内します。あれ、嘘、ちょっと待って進んじゃった。まあいいか、とりあえずこのまま進めてみよう。ちょっとね、まあ、序章終わる世界と入隊式。どうだろう、 OBS 上ではなんかこう、ちょっと待って、画面上切れてる、もしかして。本当にいろいろ起きちゃいますね。ずいぶんと寂れた場所まで来たな。待って、上の部分ちょっと切れてる。ちょっと調整する？いける？見える。これでどう？うん。ちょっと上の部分切れてたね。はい。とりあえず配信上でね、ちゃんと配信されてるんであればいいよね。うん、私の OBS 上ではね、ちょっとなんかね、カクついてるんだよね。うん。まあいいや、とりあえずこのままやってみましょう。安心しなさい。ここは激戦区ではないわ。あ、違うんだ。あなたたちの役割はあくまで後方支援。いやー、カクついてんな。ちょっと待って、今手塚かしでめちゃくちゃスッてなんかめっちゃ早く来たぞ。集中して戦えば命を落とすことはないわ。そんなの何の気休めにも。って、あれはもしかして。注意して進みなさい。なあ、いや、やっぱカクついてんな、配信も。いや、ダメだなこれな。あー、ダメか。これはもう諦めるしかないな。うん、やっぱパソコンがダメだわ。うん、グラフィックボードとかやっぱちゃんと載せなきゃダメだね。全然処理しきれてないもんな。はい、ちょっと残念ではありますが、スマホゲームの配信ちょっとやめます。ごめんなさい。ミラーリングとかまでうまくできてるけど、もうあとOBS で配信するということ自体が私のパソコンではやっぱ無理みたいだね。うん、残念ですが。くそー、やっぱグラフィックボード必須か。まあ分かってはいたけど、やっぱ無理かね。ごめんなさい。ちょっとというわけで、ちょっと今回はここで終わりにします。ここでというか、うん、ちょっとスマホゲーム、いや、てかそもそも OBS でのゲーム配信は無理っていうことが分かりました。はい、まあ新しいパソコンをね、いつか手に入れられたらね、やりたいっていう感じですね。新しいパソコンか、ちょっと購入検討しなきゃダメかな。うん、はい。というわけで、じゃあかなり早いですけど、うん、ここで一旦終わりにしたいと思います。はい、ごめんなさい。それではまた別のクドラジの方のね、配信でお会いしましょう。バイバイ。本当にごめんなさい。